むずどうもお疲れ様です。ババログです。新居に引っ越しをして部屋も広くなり、ガラッと部屋の雰囲気も変わったので、欲しくても買えなかったインテリア欲に火がついて、家具に振り切って散財してしまっています。アプタスの YouTube を見まくっていたので、憧れの家具を揃えていこうと思ったものの、早々に財布の底がついてしまったので、やっぱりイケアにはお世話になっています。まだ買いたいものがありますが、とりあえず現状報告として一旦紹介していきます。それではどうぞ。ダイニングのペンダントライトは IKEA のニーモーネというものを購入しました。ダイニングのライトはちょっと奮発していいのが買いたかったんですが、 IKEA で新しい部屋にドンピシャなデザインがいっぱいあったし、まず引っ越してライトが全然足りなかったので、安いしとりあえずこれでいいかと買ったものの、むちゃくちゃ気に入っています。ぐるぐるはプラスチックだけど全然安っぽく見えなくて、3灯をつけれるようになっています。同じニーモーネという名前の形違いのものや、もう一つ安いこちらのデザインのものと悩んだんですが、一緒に行った有識者の方が天井も照らさないと照り返しがなくて暗いとアドバイスをしてくれました。ああ、はい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 。天井に反射する明るさがない。なるほど。だから思ってるよりかは暗い。なるほど、勉強になります。ニーモーネは上が空いてるので天井も照らしてくれ、むちゃくちゃ明るいです。色は黒もありました。前回の Vlog でも紹介しましたが、ダイニングテーブルは金出物の丸いカフェテーブルです。こちらはサイズ、天板、足を自分好みにカスタマイズできます。丸テーブルにすることは決めてたのですが、丸テーブルの場合足が端についているとその場所が座れなくなるので、真ん中から放射状に足が出ていると座るときに邪魔にならないので金出物にしました。とにかく種類が豊富で、大きい家具なのでサイズや色などちょっとでも失敗すると周りのインテリアとのコーディネートが難しくなるので、服選びと同様、持ってる家具と購入予定のものと相性を考えて購入するまで相当悩みました。ミッドセンチュリー系の部屋に統一したくても椅子まではさすがに新調できなかったので、引き続き使う予定のモモナチュラルの椅子と合わせたかったし、今までずっとインダストリアル系で揃えていたアイアンの家具がちょこちょこあったので、足は黒にしても重たく見えないように間の空いたトライアングルの3本タイプにしました。天板はリノリウムという北欧家具に使われている素材の少しグレーかかったマッシュルームという色。リノリウムの天板は白を選んでも全て白になるわけじゃなくて、木口をウッドの2種類から選べるという点が、使っている椅子のウッドの足とリンクできるし、ナチュラルとモードの両方兼ね備えられて一石二鳥だったので、リノリウムの天板にしました。いろいろ考え抜いて注文してから1ヶ月かかりましたが、時間をかけて選んだこのセレクトは結局やっぱり大正解でした。ダイニングテーブルの足を黒にしたのは、後ろに置いていたずっと使っているアイアンのオープンラックのことも考えてのことだったんですが、置いているものが見えるのがすごい嫌になって急遽購入したのがこちらのローヤのジェスチョです。 IKEA のベストと悩んだんですが、 IKEA は配送料が4000円ぐらいかかるし、かといって40キロは買いに行っても一人では車から降ろして部屋まで持っていけないっていうことで、必然的に送料無料で届くローヤになりました。ローヤは他にもいろいろ可愛いデザインがあったんですが、引き出しがあったり棚が多かったりと、作るのがめんどくさそうっていうのが発動してしまって、まだ工程が少なそうなこちらにしました。ローヤはほとんどウッド調のプリントになってますが、ダイニングテーブルの木口の相性もよく馴染んでいます。でも163センチの私にはちょっとこちら低くて、物を取るときは座って取る感じになっています。今回の引っ越しで一番の散財はこちらのフランスのブランド、リーンロゼのロゼ統合の一人掛けのソファーです。最近ではもうかなり目につくようになってきましたが、私は3年前からずっと部屋が広くなったら絶対買うと決めてたので、夢がやっと叶いました。ロゼ統合は今年50周年みたいで、50周年限定のものがいろいろ出ていて、直営店を予約していろいろ見たかったのですが、友達からもらった阪急の株主優待パワーがあったので、阪急のインテリアショップに見に行きました。種類も色も豊富でめちゃくちゃ迷いますが、ここは絶対失敗したくないので、唯一展示されていた50周年専用生地のベージュっぽいマスタードを最初から気になってて合わせやすそうだなって思っていたので、こちらのシングルにしました。
もう一つ50周年記念でデンデンという素材のシリーズがなんとソファーを購入すると通常10万円するパフが1万円で買えるというキャンペーンをしてて、正直それにしようかなと思ったんですが、生地の見本は見れたけど全体の雰囲気が分からなかったのと、思ってたよりシングルがちょっと大きかったので、同じ幅のパフが部屋に入るとちょっと場所を取りすぎるかなと思って購入をやめました。とにかく元を取るためにむっちゃ座ってます。IKEA に連れてってもらった時は持って帰るのが大変なので小型配送をよく利用するのですが、こちらは小型配送で入らなかったものを IKEA のオンラインで購入しました。 IKEA ではグリーンのタイプがあってそれが欲しかったんですが、あいにくオンラインでは完売していたのでエクラールという白のポールハンガーを購入しました。シンプルでどの部屋にも馴染んで、かけるところもいっぱいあって、何より2999円とむちゃくちゃ安いところが気に入りました。前回の Vlog ではめ込み間違いをして大騒ぎをした韓国家具のモジュール DIY ラック、大きさもいろいろあってどれにするか迷いましたが、実物を見ずに購入となるのでとりあえず私は3段タイプのものを購入してみました。パイプをつなげるだけの簡単な作りでガラスの板を乗せて完成です。ガラスの色もいろいろあって DIY ラックとだけあってそれぞれ変えられるところもいいところです。形の違うラックを並べたりしてジャングルジムみたいに組み合わせられたりするので、気分が変わった時に足してみたりするのも良さそうだし、追加でガラス板を変えたりするのでディスプレイの棚として買ってよかったなと思っています。コートラックと一緒に IKEA のオンラインで注文したのがフロアランプの椅子ヤクトです。リビングは夜暗めにしてフロアライトで照らしたいと思って IKEA に行った時にフロアライトで一番かっこよかったんですが、行った時に家にステンレス系のインテリアがなかったのでちょっと浮いてしまいそうだなと思って一旦諦めたんですけども、さっきのモジュールラックを購入したことによりステンレスのリングができると思ってコートハンガーと一緒にオンラインで注文しました。ライトなので組み立ては簡単と思ってたものの、そこにバーベルの 2.5 キロプレートそのものがついていて、これにライトの刺繍を刺すのが本当に大変すぎました。まず重いプレートと土台の穴を合わせるのに1人が行って、そして支柱を長いから支えてもらって穴に刺す人がもう1人いるので、やっぱり2人いた方が便利です。でもあんな大変な思いをしてはめ込んでしっかりネジを締めたんですけども、結構これグラグラします。小さいお子さんがいるご家庭にはちょっとおすすめはできません。短い方は読書灯みたいな感じで、長い方は天井に向かって光を照らしてくれて、形はなかなかかっこいいです。鏡はザラホームでずっと前からチェックしていた壁掛けのスモールイレギュラーシェイプミラーです。賃貸なのでこんな重たいものは壁にかけられないと思って諦めてましたが、コンクリートの壁にボルトをつけられるようになっていたので難問を難なくクリアできました。鏡だけどアートっぽくって気に入っています。窓には本当はバーチカルブラインドにしたかったんですが、確実にオーダーになるのでとりあえず IKEA で買ったレースカーテンを使っています。一番安くて程よく光も入ってきていい感じなのですが、窓が大きいので市販タイプはギリギリぴったりの幅でピタッと板みたいになってドレープがなかったので、2列のレーンに両方ドレープができるように4枚使っています。アートポスターを何か飾りたいと思っていろいろネットで探していたんですが、 IKEA に行くついでにずっと行ってみたかったシャークアタックにアンティークの家具を見に行ったところ、フランスの労働ポスターがお店にいっぱい飾ってて、なんか色もポップで可愛いなと思ってお値段を聞いてみたら、なんと額もついて9600円ということで、これは買うしかないと思って店内をぐるぐる回って迷いに迷って横並びにしても色のバランスがいいこの2点にしました。諦めきれないやつもあるのでまたちょっと買いに行くかもしれません。前回の動画で登場と同時に案件動画と思った方が続出したコアラマットレス、数々の YouTuber の人が紹介してて私もまんまと欲しくなっていたので自腹で買っちゃいました。床で昼寝しちゃうぐらいなのでどこでも寝れると思ってた私ですが、前の家で使っていたシングルよりも小さい SS サイズのベッドはもちろん処分してきたので、
仕方なく布団を床に直引きでしばらく寝ていたんですが、一晩寝るとなると体がガチガチで寝た心地がせず、案件来るまでちょっとやっぱり待てなかったので、キャンペーンで 20% オフになってたし、安いマットを買っても後々捨てるのも大変だし、大事な睡眠にはいいものを使った方がいいと思って、このタイミングで思い切って購入しました。ニューコアラマットレスというタイプのセミダブルで、中に固めと柔らかめを選べる薄いマットレスが入っていて、入れ替えて選べるようになっています。低反発枕の上で寝てるみたいな感じで、私はもうどこでも寝れるので良さの比較はできませんが、床に直引きの布団だけよりよく寝れるのは確実です。ワイングラスも倒れないということで、普通のコップに水を入れてちょっとやりましたが、水はこぼれました。本当はアクメファニチャーのベッドフレームを買おうと思ってたんですけども、部屋の雰囲気にちょっと合わないし、マットレスにかなりお金をかけてしまったので、おしゃれな人たちにも評判が良かったローヤのスノコタイプのベッドを購入しました。マットレスの幅より少し大きいところがおしゃれです。段ボール3つで届いて、総重量60キロと結構重くて、送料もプラス4000円と、作るのも1人で2時間ぐらいかかって結構大変でしたが、3万円ちょっとで買えたので満足しています。結構低めのベッドで、ベッド下にあまり使わないものを収納しようと思ってたんですけども、横ではなく足元の方が空いているので、収納ケースなどは入れにくく、収納はあまりできないと思った方がいいと思います。以上、現在新しく揃えた家具の紹介でした。今はリビングメインにいろいろ揃えていて、仕事部屋や寝室はもうガラガラですが、これからまたラグやリビングテーブル、ライトなどちょこちょこまだ買ってないものもありますので、買い揃えていきたいと思います。このチャンネルでは独身40代のファッションやライフスタイルなどいろいろ発信していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。